思ってるんでね、まあとりあえず行ってみて、でこの後ね、とりあえず税務課に行って税務申告して、その後子育て課に行って、子育て課の方もちょっと、やって、その後税務局に行ってちょっと相談事をして、電話でもいいんだけどな、どっちもどうすっかな。いやー、やっぱ勉強しなきゃダメだな。お金に関わることは手を抜けば、手を抜いた分だけたくさんの税金を払わなきゃいけないということはもう分かっていたんだけども、つくづく。ね、ほんとつくづく、怠っていた。まあ国はね、ほんと所得税はもう本当に余分な、ね、国に対して税金、余分な税金に1円たりとも払わねえぞと思っていたからね、いいんだけど。ここ登るんだよな。ここはそんなに登んないし。もうアップダウンは嫌なのよね。もう一個南の道を来ればもっと楽だったかもしれないな。まあ本当に嶮暮帳今日で2回目。前来た時は何に来たんだったっけかな。忘れちゃったな、もう。何で来たのか。なんかで来たんだよな。これ自転車そっちなのかな。なんかオートバイばっかりいっぱいあって。ああ、自転車はここなんだ。よし、到着。雨が降らんことを祈る。